おのおの一番好きなファッションアイテムを、おぉ、ね、聞きたい。てか俺が気になる。みんな何が一番好きなのか気になる。まあまあ確かにね。お気に、お気に、はいはいはい、あ、共演はどうせ予想する。お前おこわがバーバリーだろ。おーかもしんないね。白のパーカーね。そうそうそう、あー、青いランドスケープ、あ、絶対そうそうそう、やめてくんねえからこれも確かに気になるよね。気になるね。俺気になる。俺も気になる。もう腐るほどあるやん、だって LINE、うん、来て、あ、一番ってなんだろうな。そうそうそう、まずね、結構いろいろ候補分かるんだけど、自分でもワクワクしたし、みんなのも気になるし、そう、俺のとかあんま予想つかないし、いや、マジわかんねえ。そうだいわだろうね。じゃあ、誰から紹介しますか。ホワイトの白パーカーからでお願いします。わかんねえよ。あ、バーバリーじゃん。バーバリーじゃん。あれ、じゃん、バーバー、バーバリー、じゃん、バーバリー。それ、な、あ、なんか、し、し、あ、あれ、あれ、あれ、大事にしてんな。あれ、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 はい、オフホワイトの白パーカーです。いやー、さっき言うな。当たり、こら、大事にしすぎて、これもうかぶせてますから、これを運営全般やってるよね、これね。てか、もう何が気に入ってるって、うん、俺一かっこいい、この服が、まず俺初めて買った、このお高いものというのがこれだったのね、うん、あ、そうで、初めて買ったっていうこの思い出深いのもあるし、あ、初めてなの、嘘つくなら出てけ。本当出てけ。あれ帰れ。おい、やば。必ず撮影中1個嘘ある。で、出てくか、俺があの白パーカーですって言って、お前のとこカットか、どっちがいい。あ、じゃあカットで。あ、じゃあ肝走り。てめえだ、肝走り。すごいな。もう何もしてねえのにさ。はい、こちらでございます。えーさん、おー、まあね、正義さんと奥さんは多分、もう強兵も知ってる。俺も知ってるよ。なんでいねえんだ俺。出せよ名前。いるだろ。シンプルにマジで忘れない。さあ、来やがって。こちらでございます。あ、なにこれ、ランドワンのボーリング。いや、しげえだよそれ。押したらガチャン出てこねえからこれ。エアジョーダン1とラウンド1。エアジョーダン1でございます。ラウンド1のコラボです。違うんだ、これから。いいね。出てこないから押しても。ちょいいじゃん。これ金額が3万5000円ぐらいだったんですけど、結構張ったね。俺そこまで高い何かを買ったことがなくて、うん、そうだね、うん、ないよ、ね、もう破ったんだよね、殻をね。そういうことです。もうね、サブちゃんをね通して殻破ってやっと買ったんで、殻破り、やっぱね、通すのがサブちゃんなんだよね。そう、大体何かしらやるときメインじゃないからね。これを機にね、やっぱ僕はいろいろスニーカーとかもいろいろなんか欲しいなって。ラッパーになりたいんで、僕。めっちゃ笑う。めっちゃ笑う。そうだよ。めちゃくちゃ笑う。え、なんでなんで。漫画ぐらい笑うよ。いや、唐突すぎない。見た目よ。あ、見た目ラッパーだけど、ガチラッパーじゃないぞ。大輝で行こうかな。なんでこっち。何、もう絶対俺やよ、唐突なんだよ。まあ、宇野とその僕。こっから目つぶりましょう。もう俺本当にワクワクしてるから。あー、ネタバレしたくないから。あー、はいはい、わかりました。見たくないから。はい、皆さんどうぞ。は、え、香水でございます。あー、なるほど。すごい、香水です。僕は香水。渋い。あー、なんで僕香水かと言いますと、臭いから。もう、あ、違う違う違う、臭いから。そうしかないよ。臭いの、獣の臭い。違います。ラグビー部みたいな匂いする。いやいやいや、嗅いだことあるのか、ラグビー部。動画で言うとそのイメージ。そう、あったことない人。ファッションはまあ正直直せるっていうか、直せるっていうか、興味あるんですけど、ファッションより僕香水の方が好きなんですよ。なんか意味がわかんない。説明趣味なんですよ。なんで、なんで、日本語で好きなんですよ。これだけでよかった。前置きなんもいらん。外歩くのにも、もう絶対俺香水つけるし、なんかそう、匂いを一番大事にしてるから、なんか、じゃあ服よりも匂いなんだ、お前。そう、服よりも匂いです。ということで、これなんですね。そう、これ、はい、ちゃんと見せてください。はい、これはこのクリスティアン・ディオールね。ディオールなんですけど、これ1万7000円しました。香水高いな。はい、いろんな香水持ってる。いろんな香水あります。なんで、まあ、あの中学生が使う香水から大人が使う香水まで僕持ってるので。あ、例えばね、ライオンハートとか。ああ、ライオンハートね。はい、あれ、サムライとか。そう、サムライですよ。懐かしい、懐かしい。サムライのプールオンもあります。プールオンな、使ってで、これ、あれ、これ、ファッション関係ないんだけど、俺結構特技で、人が使ってる香水何か当てられるんですよ。そんぐらいもうなんか匂いに敏感っていうか、もうクロエとか、あの、すぐ分かる。そう、あの、サムライウーマンとかもすぐ分かる。エンジェルハートとかね。あ、もうすぐ分かる。エンジェルハート懐かしい。全然分かんない。女性は一人だけ全く反応しない。全く分からん。正義と助け結構つけてるイメージあるんですけど、それ以外は…でもないでしょ。
いや結構つけてる。タツキのがつけてる。あ、まあタツキはだ、まあ、ライジングウェーブだっけ。ライジングウェーブ。ライジングウェーブ。あれもいい匂いしますよ。爽やかないい匂いがする。ソムリエか、香水講座。香水か。香水ソムリエ。香水の動画。ということで僕は香水ということで。はい。はい。こだわりがすごい。そう。ということで次タツキさんで。あ、俺ね。はい。タツキ気になるな。さあ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 。見えない。何？これか。これ、あ、これね、これもちょっといただいたんですけど、うん、違うんですよ、俺絶対予想覆すよ、これなんですよ、俺。え、どこ？あ、これ、これなんすよ。あ、これが、実は、いや、まあ、確かにイメージは、イメージは、めちゃめちゃ着てるよね、これ。しかも、あとリバーシブルになってるね、これもいただいたんですけど、白だもんね。あ、まあ、洗浄写真もえ、なんかね、これ使いやすい、リバーシブルだから。あ、だって黒も白も、そっか、着てるイメージある。めっちゃ着てるよ。これさ、結構、これ、だから俺、あのテーマが誰も近づいてくるオーラを出すから。近づいてこないオーラ、近づいてくるオーラ、近づいてくるオーラ、近づいてくるオーラ、シミやすさ半端ない。これね、なんかサングラスとかかけちゃってね、したらもう誰も近寄ってこないから、ね、ちょっと危ねえよ。そう、怖いかもね。それも白だとめっちゃ爽やかだけど、そうね、いや白は白でまたいいんすよ。めっちゃいいね。先生写にこれでしょ、白でしょ、うん、白だね。あ、そうだ、これ買った、これもいただきます。白すごい。はい。で、一番はこれです。これさすが、さすがだ。知ってるよね、みんな、これ正義からもらったんだ。でももう一人聞いてないような気がするけど。ああ、確かに。いや、二人聞いてないから。ああ、二人聞いてない。ああ、でも、二人聞いてない。そう、二人聞いてない。好きにしか俺変わらない。それも全部理由があるんだね。ちなみにさっきこれ取りに行ったわけさ、上でさ、恭平に、せいけんこれつけた方がいいかなとか言って、これつけない方がいいよっつった。ああ、まんまと、まんまと。これ大事だけど。大事だけど。お前言うなよ。一人好感度爆上がり。大事にしてんだな。これは。意外だったね、でも、これ意外だった。最近だってもうハイブラおじさんが知るから。そうそうそう。そうだよね。いや、やっぱ高いものがいいってわけでもないってことですよ、俺からしたら。なるほど。なるほどね。好きなアイテムは好きなんです。なるほど。いいことだね。いいことだ。素晴らしいコメントでした。ああ、素晴らしい。確実にね、着実に好感度を上げてる。こんなこと言っても着実に上がるから。もう俺、サムヤ、サムヤここでいいよ。俺がここでいい。じゃあ、続きまして。はい。正義さん、置くのもね、もう つけてんのもあんまないぐらいのもの。じゃあ目開けてください。はいはい、こちらです。あはいはいはい、これ見たことあるわ。はいはいはい、キラキラしてる。はいはいはい、あんま見ないね。でもね、見ないし。これやばいね。え、これじゃやばい、やばいな。これはルブタンですか。ルブタンのバッグですね。いや、これはいいかつ。え、これかわいいよ。これに関しては別にそのもう深いエピソードがなくて、あ、普通にもうかっこよすぎて使わないっていう。あ、なんかもう置物だよね、なんかこの輝きというか。やばい、わかるわかる、気持ち分かる。俺もコレクションみたいになってるやつや。これ置いとくだけでもうなんかもう映像が絵になるというか。映える映える、めちゃめちゃ綺麗。めっちゃ光ってるやつよ。めちゃめちゃ綺麗。こっちルブタンって書いてある。あー、もうなんかもう目の保養だわ。なんか可愛い。そう、なんか本当保養なんだよね。あ、なんか惚れるね、これ。ガチガツ。ここやばいよ。そうそう、そこやばいよね。ここがやばい。ルブタン結構多いよね、ここ。うん、全部そうなった。死肉をしたらね、ルブタンのハンコ押せそうだもんね。超でかい死肉。そうそう、ルブタン。そもそもルブタン、そもそも死肉から必要だよ。じゃあ最後は私でございます。どうした。はい、僕の商品はこちら。でー、え、それこちらでーす。これなんだ。これ、いやね、ジャケットじゃねえの。あ、そう、ジャケットと迷った。あのグッチのジャケット、やっぱ初めて買ったハイブランドの、ハイブランドがあれだから、もうあれはすっごい思い入れがあって、もうイベントでもいっぱい来て、もうすっごい迷ったんだけど、これにしました。へぇー、好きすぎてね。とか言うな。とか言うな。もうハーフの担当です。見た目大好き、この赤色。なるほどね。すごいもんね。これはそれに加えて、もう着心地が半端なくいい。もうそれに加えて、それに限定カラーでしょ。あ、そう、限定カラー。そうだ、それで。か、そうこれ。あー、限定カラーか、これ。これそのね、これの青色バージョンは普通に売ってる。なんか銀座のその店員さんが、その赤はないっすよって。レアなんでね。そう、レアなんだよって言って、俺もう全然迷わなかった。一緒に買い物行ってるんですよ。いや、そうそう、爆買いしたもんね。爆買いやんね、確かに。そうそうそう、そうだ。もうあったかくて、もうそろそろ履けなくなるじゃないですか。まあね、それを考えた時に、もうめちゃめちゃ悲しい気
気持ちになって、なるほど、うわもう履けねえのかよって俺惜しいんだね。そうそう、あこの気持ち、あそれだけ俺これのこと好きなんだなって思って、はい、これにしたわけです。強いな、すごい勝ちだ、すごい褒められまくってるかもこれで。そう、これ本当に似合うんで、かっこいいけどね。そうそう、もう嬉しい、ポンチョ似合うが俺もう世界一嬉しい。ポンチョマジで似合うね。みんなもう思いがすごいね。あやっぱ思いがすごい、一人覗いてね、語れるね。そう、語ってる時のみんなのね、愛情が勝ちだもんね。みんな一人を覗いて、なんで覗いて、俺ならどうせインスタもやってるから見てね。おー、すげーだね。